皆さんこんにちは、起業家の常沢佳穂子さんから回ってきた ALS 筋萎縮性側索硬化症の、チャリティーのアイスバケットチャレンジ、やりたいと思います。これは氷水をかぶるのと、ALS の、サイトに100ドルを寄付するのと選べるんですが、僕は寄付するのと同時に、氷水もかぶって次の人に回したいと思います。次に回す人を指名します。モデルの鈴木恵美さん、美容師ベチカディレクター内田総一郎さん、女子高生起業家 AMF の代表取締役椎木里香さん、ぜひよろしくお願いします。この活動を通じて ALS の認知度を高めて、世界中がいい感じに幸せに包まれますように頑張ります。それでは行きます。どうも。